こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチャビッター始めていきましょう。ということで、1位ですね、クロニカルワーズ。ありがとう、前回、前回の動画で優勝しました。今回は5位のスクワダガマとジャパンカップ準決勝戦です。あの子強いです。やっていきましょう。スタジアム移動。怪我で2人失ってますね。そう、うち1人はですね、反則ですね。このまま行きましょう。ならドリームスタジアム、クロニカルワーズ登場。スクワダガマとぶつかります。ならって言ったらドリーム、ならドリームって言ったらドリームランドですね。今は泣き、スタートです。チャンスです。クリーソロプラリー決めてくれ。やってしまった。耐えてしまいます。怪我&反則プレーで2人が消えているのはちょっと痛いな。これが後でどういうように影響するか。あっという間に20分です。三角形、強引に外に出していきます。プッシュアップだがプレーキューない。最後が直接シュート。まあチャンスは続く。直接持っていかれる。もう一回、なかなかこれはクリアしました。こちらボードがすごいんです。ちょっとやばい。ノーホイッスル。前半終了です。やっぱり中盤で疲れが溜まっている選手が多い。前半も結構疲れが溜まってます。半面勝負かけたいですね。ちなみにディフェンダーもちょっと疲れてもらってますからね。
手の組みたいところは緑かくるみ変えて投入した方がいいかもしれません。相手の方にスタミナ余裕があるな。防御陣を変えよう。やっぱり答えを使い切ってしまいます。出ました、こちらボールをスローインです。有利に運びます。これは通しません。チャン、あー惜しい。さあこの後1回の取りこぼしが勝敗を分けてきましょう。1回で、辛いでしょう。まあ、こういう逆サイドを振るとかしない方がいいかもしれませんね。船突きは、船突きが本当にいいキーパーがやってくれます。このまま行くと PK 戦になる可能性も十分あり得る。そんな時決められるのか。お、危ない。その時間はもうほとんどありません。PK 戦ですね、これ。スコアレスドローか。ちなみに疲れもそのままですからね。残ってる選手でしか無理なのか。この疲れってどこまでキープされるのか分かりませんが、こんな感じでいきましょう。ここはすぐにいらないって。お、止めた。いきなり止めました。つくさすがのキーパーです。ここ決めると多少有利になります。お、止められた。嘘だよ。今度これすごいな。裏かきそう。お、だがこれも止めた。今回はお互いどちらのチームも優秀すぎます。日本はそんなに疲れてない。おお、ん、入ってない。あら、乗り越えたと思ったんだな、監視は。これはすごいな。裏をかかりました。初めて点を取られる。さあ、クルミの出番です。疲れてはいるが、決めてくれ。決めた。これで1対1のタイスコアですね。あと、余裕もかなり疲れてますね。あーと、ミスった。なんと、こんなこともあるのか。ミロも疲れております。しかし確率で決めてきました。さあ追い詰めた伊勢崎がミスをするとこちらの勝利。止めた。時間がなかった。クラーカリバーズ勝利、2対1。一個以外全部シュート止められたか、まあ、シュートミスも一個ありましたけどね。キーパー様々ですね。
キーパー夏木沢様での試合でした。PK 戦前をもつれ込みました。クラーカリバーズが絞り、ジャパンカップ準決勝2マッセ大阪が勝ちましたね。これで2マッセ大阪との決勝戦となりましたね。来ますよ、大阪が破ったのはエルダード欧州か。エルダード1位2位のチームで戦いってことですね。つまりデータです。相手は小田切がいない。小田切がいませんが、その他はもうベスト選手を出すことができます。特にこのキーパーのグリフィン、これがすごい強烈です。 S が4つもありますからね。昨年の優勝チームです。さあ、しかし我がチームも怪我をしてしまいましたが、エリカが、エリカだったっけ、女の子を戻すことができます。フレッシュな状態で戦わせることができるので、当然先発投入可能ですね。しかもイエローカードもありませんということで、クラワーカリバーズですね。ジャパンカップ、いよいよ次は決勝戦挑みたいと思います。応援よろしくお願いします。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。でまたこれまでの動画の記録も同じく説明欄に記載してます。そちらもぜひご覧いただければと思います。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム